大谷翔平35号弾で8月中に40達成しそう。ドジャースの大谷翔平は本拠地でのパイレーツ戦に1番指名打者で出場。3回1失1塁、ミッチ・ケラー投手の低めへの変化球を捉えるとバックスクリーン右へ豪快な特大弾になった。飛距離448フィート、打球速度 113.9 マイル、約 183.3 キロ、角度30度の一撃だった。打った瞬間に本塁打と分かる当たりで、豪快な一撃に本拠地は観客総立ちの大歓声に包まれた。史上6人目の40本塁打、40盗塁、レシ替えは良好で、トリプルスリー、三冠王、メジャー初の4号、45本塁打、45盗塁、への期待もかかる。本当に、快音、というにふさわしい、流れたて終わったような音だな。すごい、ウルフみたいだ。35号ツーラン来た、見た瞬間に打ってくれて嬉しい。40ホームラン40盗塁は8月中に達成するような、ものすごい打球音だった。2位に追いつかれてまた引き離したか。50は無理そうなの？今までいない。50、30もいない。50はどっちも46から48のペースだから、数字的には最後にスパットとかあれば可能な範囲。打率落としすぎだろ、3割も危ないじゃねえかよ。4号ってなんだよ。50目指せ。無冠でも40本塁打40盗塁達成したら MVP 取るかな。意外にも今までで40取った選手の何人かは MVP 逃してるらしい。50、30でワンチャンあるという感じ。史上初やからね。ルール変更後に盗塁が4割増しになってるから、今の40盗塁ってあんま評価されないんじゃね。アクーニャは去年41本、73盗塁だからね。盗塁40なら50本は欲しい。大谷翔平35本83打点 T ヘルナンデス25本74打点ディール・スミス15本59打点フレディ・フリーマン17本71打点この並びにベッツ戻ってきたらすげえよな。ベッツ含めて全員日本のホームラン王やな。やっぱこうやってみると大谷のホームラン数に対する打点が悲しい。ロバーツは大谷一番って言ってるけど、シーズン終盤に打点以外で三冠王が見えた頃に2番にするのもありかもな。ホームラン王は去年みたいに確定時期が見切れるけど打率が難しいな。40なんて求めていない。狙うはメジャー史上初の50、30でしょ。管理人のつぶやき、大谷さん、8月中に行けるところまで行ってほしいですね。40はとんでもない記録なのですが、私含めてそれじゃあ満足できないというバグった状態に陥っています。個人的にはホームランの量産体制に入って50、40を狙ってほしいと思います。リハビリもあると思いますので、手だけは気をつけて暑い夏を乗り切ってください。野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。